きょうこさん、よろしくお願いします。かぶくん、こんにちは。おばちゃんにも、スノードーム来ました。うん、皆さん来てますね。かなり大きいですね。台座よりドームが重いのを気をつけないと。うん。写真で見る限りはちっちゃい感じもしたんですが、結構大きいですね。うん。で、重みで、わーってなるので注意。ベッドの上で、フリフリフリ。うん。ベッドの上で。なるほど。えっ、ー、と <laughs>、 羽羽生選手のののスケーートもドームの中の羽もドム中毎回違う動きです楽しいなるほどですね。でドームの中でなんか動く感じなんですかね。うん。ってことは、あの、ドームの中に水が入ってて、なんかマリモみたいな感じなのかど、どういうイメージなんだろう。スノードームっていうのはね、写真では見たんですけども、結構大きいんですね。うん。でも、フリフリしすぎて、んか落としたりね、したいからちょっと心配ではあるんですけども。うん。でも、なんかね、飾っておくのもいいなって思うんですけどもね。うん。 なるほど。スノードームフリフリ。えー、縄の皆様よろしくお願いします。ですね。はい。えー、かぶくん、こんにちは。えー純、純烈というグループの小田さん、小田井さん、小田井良平さんでしょうかね。が、えー、喫茶店巡りをする動画がアップされて、えー、その喫茶店に羽生結弦選手が、え、近くの神社をお参りした帰りに寄ったというエピソードが、マスターを話してくれましたということですね。この、えっ、ー、と、なるほど。 はいはいはい、純烈というグループのなるほどです、ね、でマスターは、えー、カフェコーヒー店やカリンという店の店主で御年81歳ですが10歳は若く見えるしコーヒーのおかげやと笑顔で話されて、えー、純烈のお題さんお題さんかな 相手に打者レを連発する。後釣りは視点の方に53歳の娘さんがいてやり手で安泰とか。そういえば、スケートの羽生結弦君が、ここに来て良い子やな、お料理がいいとメタを褒めをしていました。取材後半に小田井さんが、あの、三角形のプリンを出されて、これこれと言いながら美味しそうにプリンを食べていました。はっきりと羽生結弦選手が食べたとはマスターは言わなかったが、あー、なるほどですね。 これ言ったらまた注文殺到しますからね。でもこれまたなんか、うん。注文しそうな気がしますね。またプリンデートですかね。あの、で、新しいお話をしてくれるマスターのコーヒー店カリンは、大阪豊中市の服部元町でしょうかね。服部元町の商店街に点在していますということみたいですね。おっと、これは、 皆さん、そうらしいですよ。最近、プリンデート、コーチのプリンから流行ってますんで、これ、はっきり言わないっていうのは、なんか、また殺到するかっていう可能性あるんですが、あの、この、この話、お題さんだったりとか、こういった話は、初耳ですね。皆さん知ってましたかうん。これは初耳ですね。これ、はじめ、あの、これは、羽生さんがここに行ったっていうことは、皆さん知ってましたかねうん。なんか、初のエピソードでございますね。うん。 ねえ、うん。アルトビーヨコさん、どうもよろしくお願いします。カブくん、こんにちは、えー。スノードーム来ましたあ。皆さんやっぱ来てますよ。落とさない,さないように、くるくるしてハが飛ぶ様子を見てニヤニヤ。うん なるほど,どこに置こうか悩みましたか旦那と一緒の寝室に本当はリビングに置いてあるパソコンの棚に置きたいけど大きいんですね。大きいっていう方ですね。で、スノードームがあの入っていたリフトの箱も箱もかっこいい。で、箱に東京ドーム公演の日付も入っていて箱ごと記念になる。うん。おお、そういうことなんですね。どれくらいの大きさなんだろう。うん。ねえ、ちょっとすごいですね。箱も結構記念になるということなんで。うんなるほど。 えー、ゆめさん、よろしくお願いします。かぶくん、こんにちは。あの、やっぺーが、今日は気象キャスターの篠原さんと一緒に、羽生さんのタンバぼアートを見に、あ、見に行ったそうです。ええー、これまた大きい話ですね。え、羽生さんとタンバアートを見,見に行ったんですね。え、やっぺーといえば、ただこくちビデオを思い出してしまいました。え、タンバぼアートを見て、あの羽生さんとキスシーンを思い出しているんでしょうか。おなんか、あれですね。あの、結構デートが続いてるんでしょうかね。うん。どういうことだね、一体。 あ、でも、羽生さんって言っただけじゃなくて、羽生さんのンバートョンですね。うーん。やって、あれから忘れることができなくなっ,てしまったんでしょうかね。うーん。なるほど。 今日は斬新なコメントが結構多いですよ。え、藤原真子さん、よろしくお願いします。歌舞伎のお疲れ様です。東京は暑くてたまりません。とうん。夕方仕事帰りの時、カラッとした爽やかな風が吹いてきたんで、ちょっとほっとしています。なるほどですね。ただいま19時半、本日1回目計86回目を帰りなさい、寄付と言ってきます。うん。やっと羽生選手会えるんだ。 家屋毎日ありがとう、またね。うん。いや、ね、生きがいになってますよね。東京はそういう感じなんですが、ヨーロッパ結構やばくて、あの、こちらベルギーは結構涼しいんですけど、あの、ちょっとね、あの、まあ、中央ヨーロッパあたりが、マジで雨がやばくて、 多分今日なんか洪水の予想を見たんですけど、スロバキアロリアかなスロベニアかなとか、オーストリアの一部ですかね。あとね、イタリアとかがちょっとやばいんじゃないかなあとスイスもかなうん。あの辺りがものすごい雨が降ってて、で、その辺りよりも南の地域の暑さ、ゲリシャとかの暑さが本当にやばいです。で、本当火災が発生してますんで、あの、この火災、この大雨、まあ、つまり今言ったスイスたりの大雨の境に南がもう黒潮。 えー、もう砂漠並みの暑さ。で、それよりも北が寒い。うん。20度以下という感じになってます。はい。なので、極端になってるんですよ。うん。神社の白猫さん、よろしくお願いいたします。かぶさん、皆様、こんばんは。神社の白猫です。あ、一番恥ずかしいことになった。なるほど。突っ込み待ちとか、えー、慣れんことはするもんじゃないですね、やっぱり。なるほど。えー、最後の、いや、説明する方が恥ずかしいな。 なるほど。ゆずくんの描かれるイラストは可愛いです。えー、単にゆずくんがマイケンさんに会ってほしいなと。うん。えー、それに、あのー、どんな場面がいいかなというこじつけで、絵心ない芸人のゲスト出演希望ですから、絵がうまいかどうかは実はどっちでもいいんです。うん。で、ハグキではなくて、一旦ハグで文字を切ったはいたらしいですよ、えー。そのために絵文字を挟んだりもしています。 うん、でその後のキーで心の動揺で、えー、表現したつもりです。えー、キ,サラあキッシング・ソラジローはキッシング・ユーのロミジュリの言葉遊びです。う、読みやすくわかりやすく表現するで難しいな。あ、これだけは漫才のコンビのロザンはロサンナではありません。ロザンの宇治原文則さんは私のもう一人の推し、つまりゆずくんでの、えー、推しなんです。 うん。あ、ゆずくん以外でのをしたんです。ファン歴としては15年ほどですね。え、実はゆずくんよりも長年推しってるんですよ。なので、えー、それだけはちゃんと説明しておきたくて。もしやかばさん、ピザとヒデ,ヒデとロザンナを、ロザンナを思い浮かびましたかいや、あの、僕はちゃんと、えっと、宇治原さんが思い出した、あのね、うん、の方だったんですけどもね。うん。あ、そういえばヒデで思い出しました。えー、かわさん、この間のヒデさんのところ、ヒデさんって読んだでしょ。 私、続き間違えちゃったら思い出思いましたよ。ゆずくんのツイートが7と同時に8も表している意味についても、常に今更ながら説明、解説、えー。グラムラススカイはもともと漫画7の実写版で映画の曲です。劇中で出演主演の、えー、中島美香さんが歌われました。だから7を表すのは当然かと思うんですが、えー、その,分の,、えーそのえー、部分、その部分、 空き語を数えると 7, 7個だから7個と表現しました。そしてその後にゆずくんはヒデさん、ハイドさんに当てたメッセージを続けられ、メッセージの最後に。 びっくりマークをもう一個書かれました、えー。これにゆずくんのツイートでの記号数が8個になりました。8は a、a え、え、7でのもう一人の主人公の呼び名です。だから、ゆずくん8を表していた私はびっくりしたんです。つまり、ゆずくんは一つのツイートの中でこう表現することになり、ファンタジオ・マイスで一人の7だけじゃなくて、7の世界観自体を 表現するという、伝えたのではというのが私の考えです。え、指摘視的に理解しばかりになっちゃってごめんなさい。本来最初から誤解のないようにお伝えすべきところでしたということみたいですね。うん。なるほど。 はい、えーと、藤原もこそよろしくお願いいたします。カブくんお疲れ様です。えー、羽生選手ギフトを何回見ても動きがすご,す,ごしすぎますよね。惚れ惚れします。うん。え、生と同ど,どちらも素晴らしい。やっぱり不思議な生き物だわ。えー、かむくん目が冴えてきましたよ。もう一丁。 本日2回目、計87回目。うん。お帰りなさいギフトに行ってきます。え、かぶくん気をつけて散策してくださいね。え、毎日ありがとうございます。ただいま、22時半です。うん。また明日ね。うん。いや、そうですね。87回目ですね。もうここまで見るともう、すべてのね、もう細かいところも含めても分かってきますよね。おそらくね。うん。もう100回は多分優に超えてくるんじゃないかなと。で、今回の配信ってどこまで、ね、いつまでやるんでしょうかね。 うん。いやね、これはちょっと気になっちゃいますね。あのー、ぜひ DVD も出るのかどうか。うん。あ京子さんから今、コメントが入ったのは、これ、ここですね。鈴木東京ドームだから、スノードームかなという。あなるほど。そういうことなんですね。夜な夜な怪しい占い師による、水晶玉で占う羽生選手のドームを眺め、ふにふにするおばさんでした。おやすみなさいませ。 なるほど。そういうことなんですね。<laughs> なるほどですね。うん。ちょっと今僕の頭が滑った感じでした、今ね。うん。